いよいよ大詰めです。2022関西学生アメリカンフットボールリーグディビジョン1第6節、関西大学対関西学院大学、全勝同士の一戦です。秋70回目のカンカン戦、今関大のキックオフで試合が始まりました。7番の前島、いきなりのリターンを見せる。前島が抜けていく。7番の前島陣、1人2人とかわして、まだ行く。ビッグリターンになりました。浜田さん、はい、最初およそ27ヤードのフィールドゴール成功です。先制したのは関西学院大学、フィールドゴール3点を先制しました。さあ1人モーションして、ここはパスで来ました。パス通った。13番の溝口、このホットライン、そしてここからランが出る、ランが出る。2人かわしたところで、ここでようやく止めました。感覚です。素晴らしいですね。さあここはフィールドゴール、47番の曽山のキック、しっかりと決めて関西大学追いつきました。3対3です。誰を狙ってくるか、右を見た、ロングパスを投げてくる。取れるか。取りました、鈴木。いやー、セカンドダウン2ゴール。さあ7番ワイルドキャットで、7番の前島、しかしここは止めました。関大、いや、まだ行く、まだ行く。これは、ギリギリまで行ってボールの位置ですね。あとはね、はい、タッチダウン、そのまま力で押し込みました。関西学院大学、今日初めてのタッチダウン。ドロップバック、左を見た、パスを選択、どうか、パスは成功、タッチダウン。13番の溝口、やはりここに通してきました。関西大学、今日初めてのタッチダウン。ドロップバックして、パスを通してきた、1番の糸川。こういうキャッチですよね。9ヤード残っています。さあ右から今度はパスに来た、おっと、インターセプト。ここから一気に行く、どうか、タッチダウン。しっかりとしたこのインターセプトが出ました。中野ですね、成功させてるっていうのがすごいですよ。さあ相手陣内に入ってきました。おっと、ファンブルリカバーできるか。カバーしたのは感覚、感覚がリカバーしました。いやー、これは大きなプレーになりました。いや、ね、オプションプレーは結構、一人モーション、パスを、おっと、インターセプト、スガー君ですね。インターセプト、1番のスガー。さっきもナイスバックしてましたね。もう大きいですね。これは大きい、これは助かりました。先ほどのミス、右を見て、パスを、おっと、インターセプト、スガー君ですね。インターセプト、1番のスガー。さっきもナイスバックしてましたね。もう大きいですね。画面奥には7番の横山。さあ走っていく、ラッシュが速い、あっと、投げることはできない。いや、今パス投げてディフェクトですから、パスインコンプリートですね、はい、じゃないですか。パス失敗となるか、ファンブルとなるか、ターンオーバーになってますね。ファンブルですね、ターンオーバー。関西学院大学、攻撃権を獲得し、画面奥には7番の横山。さあ走っていく、ラッシュが速い、あっと、投げることはできない。いや、今パス投げてディフェクトですから、パスインコンプリートですね、はい、じゃないですか。パス失敗となるか。ワイルドキャット、前島から、おっと、スペシャルプレーを見せてくるか。お、ここで投げてきた、しかし止めた。ナイスアンカーですね、24番ですね、関大の24番、河村亮。さあ残すところカウントダウンが始まります。
また2ダウン。いやもう前半はかなりのオフェンシブな、あの前半だったと思うんですけどもね、はい、まあ、スコアはロースコアですけど10対10で、後半はもう両チームともディフェンスですよね、やっぱり。そうですね、秋70回目のカンカン戦、これまで60勝7敗の関学、今年もその力を見せつけました。これで関西リーグリーグ優勝が決まります。関学7連覇、関西大学今年も関学に勝つことはできませんでした。関学のメンバー勝って涙。